おはようございます。4月3日土曜日、新聞コラムの音読を行います。台湾特急脱線、50人死亡。大変です。トンネル壁に激突、140人救出困難。赤崎イサムさん死亡。ノーベル賞、青色LED で作り出した人。選択的夫婦別姓をめぐり、自民党は2日、そのあり方を検討する作業チーム初会合を開いた。党内は推進派と慎重派がせめぎ合っており、この日も賛否双方の意見が拮抗したという。諸政策を議論するのは大いに結構だが、優先して認識を共有すべき課題は他にあるのではないか。ただでさえコロナ禍で日本社会は閉塞感に包まれている。国際情勢を見れば、中国の少数民族弾圧やミャンマーの国軍クーデターなど、民主主義が露骨な挑戦を受けている。衆議院選挙を間近に控えたタイミングで、なぜ悠長に党が割れる議論を進めるのかも不可解である。多様性を包摂する社会にしたい。推進派の岩谷武元防衛相は語る。とはいえ、実際はどうか。国会ではかつて夫婦別姓に反対する文書に署名したとして、丸山珠代五輪賞が野党議員らに吊るし上げを食らっている。異なる意見を認めないその光景は、多様性の尊重からはほど遠い。子供が18歳になったら、家族解散式をというのをやろう。国会で必要に丸山氏を追及した一人、社民党の福島みずほ氏の著書にはこんな記述がある。名実ともに個人単位で暮らしていきたいともあるが、この発想は男女平等と女性解放を名目に家族制度廃止を試みたスターリン時代のソ連に通じる。福島氏といえば、かねてリベラル勢力結集を伝えてきた。そして共産、社民、立憲民主各党など左派政党は皆夫婦別姓の推進派である。本来リベラルは
自由寛容な様を意味するが、彼らにそんな姿勢は見当たらない。自民党は表面的な世論に動揺し、すぐにリベラルぶりたがる。だが野党に歩調を合わせてどうするのか。政権与党には現実の危機に真正面から向き合う責任がある。令和3年4月3日土曜日、産経明の音読を終わります。次に世界のコロナ情勢。新型コロナウイルス感染者が多い国、米国、ブラジル、インド、フランス、ロシア、英国、イタリア、トルコ、スペイン、ドイツ。2日現在、アメリカ、ジョンズ・ポップキンズ大学集計によるもので、世界 全体では患者数1,296,900,000で46人、死亡者数282,8146人です。次に国内の感染の様子。国内の感染者の様子、2日午後9時半現在の集計です。患者数昨日より2763名増えています。100名以上のところは宮城県116名、関東、首都圏では埼玉163名、千葉105名、東京都144名、神奈川133名、愛知145名、関西圏、大阪613名、うわ、600名も超えてる。兵庫174名、福岡はだいぶ減ってます。沖縄がまた100名越しています。桜の通り抜け中止、造幣局昨年に続き取りやめる。新型コロナ感染拡大によるまん延防止等重点措置に適用を受け、方針を転換。高齢者や体の不自由人ならを招待する特別観覧会も取りやめるということです。悲しいですね。次に尖閣情勢です。尖閣の情勢、中国公船が尖閣領海侵入。2日午前11時35分頃から中国海警局船2艘が侵入した。同40分頃、南小島の南約22キロの海上で航行中の日本漁船1艘に接近しようとする動きを見せた。海上保安庁が漁船の周囲に巡視船を配置し、安全確保に当たった。日本漁船は 9.1 トンで3人が乗っている。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは3月29日以来で、今年12日目。接続水域でも2日2艘が航行するのを確認した。1艘は機関砲のようなものを搭載。中国当局の船が確認されるのは49日連続となった。以上です。コロナがなかなか収まりません。変異種が国内で発生しているようです。手洗い、うがい、マスク、
不要不急の外出をしないようにと言いますけど、外出は運動のために、運動散歩のために外出は私はします。マスク、手洗い、3密を避けて予防に努めましょう。今日もありがとうございました。またねー。